ロベール・マイヤールは、スイスの構造家、ベルン生まれ、鉄筋コンクリートを使用した近代的なアーチ橋の設計で知られる。設計した橋は、薄いコンクリート床板と、箱げ断面のアーチ構造から構成されており、20世紀のコンクリート構造の基本の一つを確立している。マイヤールの代表作、ザルギナ・トーベル橋1872年2月6日、巧妙な実業家、 芸術家の家系に生まれる。先祖はベルギー人だったが、祖父、ヘクトールの時代に、スイスのジュネーブ近郊に移り住み、その長男、エドモンド、ベルンの名門、キュップファー家に生まれた母親ベルタの間の6時中、第5子として誕生した。2歳の時に父親を失い、一家は窮乏生活に陥っている。 その中でロベールは1885年から1889年までベルン高等学校に通い、数学、特に幾何学とせず、絵画に引いてたが、17歳の時、チューリッヒにあるスイス連邦工科大学の入学資格試験に合格したが、入学年齢が法律により18歳以上と決められていたため、1年間、ジュネーブ私立時計製作専門学校に通う。 当時の欧州有数の高級技術者養成の場である S には1890年10月に入学するが、この時の S には創立期にドイツから招聘された建築家ゴットフリートゼンパーや構造エンジニアカール・カルマンの影響が強く残っており、視覚的表現や図式解放に重点を置いた教育をしていた。マイヤールもカルマンの弟子であるミルヘルム・リッターに影響され、 リッターの下で土木工学を学んだ。マイヤールは学術的な理論よりも構造物の創造とは美観的かつ科学的なものだというイメージを叩き込まれた。これによってマイヤールは鉄筋コンクリートという新しい材料を学んだだけでなくリッターの設計に対する姿勢がマイヤールの経歴の形成の助けとなった。後に実務で設計をするようになった際にも 構造形態を考案するとき、スケッチをすることを欠かさなかったという。また、在学中にリッターから補い合ゲタアーチ構造を習得し、その宣伝を意識し始めたとされる。彼が履修したカリキュラムに、コンクリート工学も不正低王造物の解析理論も含まれていなかった。また当時スイスでは未だコンクリート構造建造物は普及しておらず、フランスのフランソワ・アネビクが開発した。 鉄筋コンクリート構造が土木、建築系の学協開始等の出版物や博覧会を通じて紹介され始めたばかりであった。マイヤールはスイスにおけるアネビクの代理業務を行っていた技術者、ドモインが1901年にチューリッヒで行ったコンクリート構造の講演に感動し、鉄筋コンクリートの多様な可能性に興味を抱いたという。 1894年に修了証を授与され卒業。S を出た。マイヤールは、ベルン氏のビュンピンヘルツオグ社に入社。1895年10月ローザンヌ郊外のモルジュエ、鉄道建設のために派遣された。1896年、バンビニーへ移り、そこで初めて自ら設計した橋の建設に従事した。1899年。 理費士公共事業局の土木建設部門に移籍、技師長エナーの下でジール側に架かるストーファーカー橋の設計に携わり、恩師リッターの助言に基づき、ここで初めて産品時のコンクリートアーチ構造を試みる。この時のアーチリブと垂直剤は、無菌でスラブ部分のみ、鉄筋入りとした彼の案は、他の案よりも経済的だったため、実際に建設され現在も健在である。 ただし建築家に側面に組石像式壁面の装飾を施されているので外観は古典的な石像アーチに見える。その後フロトウェスタ社に移籍し転職後は男性理論を用いた鉄道橋梁の構造計算に携わったりしたが、1901年に設計したノツオンの院側に架かる一景間、島町38.20メートルの橋梁は サンヒンジアーチ構造をそのまま形態に表し出した最初のものとなる橋の外観はソリッドのアーチに見えるが実際は箱型の中空間断面を持つマイヤール自身が独自に考案したものであった1902年に独立し自身の設計事務所を中立ヒに設立1913年までの間に74もの橋梁の設計を手掛けたトウール川のビルイルに架かる橋など 箱型ダム園2景館3ヒンジコンクリートアーチを多く生み出す。3ヒンジ構造の橋としては他に、ジュネーブ郊外のアルブ川に架かるベセーベシー教頭がある。グリソン州、クロスターのランドクブアルト川に架かる橋では曲面を使ったアーチ構造を考案している。ライン側のタグアナサに架かる橋は、全く新しい形態を生み出している。アーチのスパンドレルブに、 炎直のクラックが引っ張り力のために入るという問題があったので思い切ってスパンドレルが解放された形態を創出する。事務所を開設してからはまた工場や倉庫建築も手掛けるようになり全く新しいコンクリート構造形態を生み出すことを心がけながら設計に関与していった。1907年にはフランスはアネビクの下でダーボースのコンクリート製。 建築クイーンアレクサンドラ・サナトリウムの構造設計を担当する。1930年、グリソン州シールズに架かるザルギナ・トーベル橋は、山道が深い谷を越える、極めて絶妙のバランスを保った造形を有する三ヒンジ RC アーチの橋梁として名高い。それまでの伝統的な石像アーチ構造の模倣から解放された。この構造デザインは今日でも、 構造開発のモデルになっている。ひたむきな性格の持ち主で、地道な探求心が、全く新しい構造形式を創出した、源泉であったと言われる。ただ当時としてはあまりに斬新な発想だったため、マイヤールに与えられた仕事の大半は、幹線道路や都市内の主要街路の橋よりも、山中の林道や郊外の農道の橋が多く、彼の作品が人々の火に触れる機会は、 あまり多くないが、現在もスイス国内には、彼が設計した44の橋が残っている。設計された橋の特徴としては、三品ンンアーチや中空箱桁のように荷重を、橋全体で支えることによって、力学に合理的な力の流れを作り、美観の面でも優れた橋を、数多く設計している。彼の設計した中で最も有名な橋が、サルギナ・トーベル橋であり、 イギリスの雑誌で世界で最も美しい橋と評されている。マイヤールの構造設計思想は S 教授クリスチャン面等に受け継がれ、理論的に発展していった。その面の教え子であるサンティアゴからトラバもマイヤールを数形しているという。ありがとうございます。